奇妙なメールがまた届いてしまった。まあ見てくれ。2月21日、4時で東京都北関東に行くとのことで、やはり大地震が心配なようだな。そして新型ウイルスも怖いということだ。そして航空チケットも取ってしまったから大丈夫かどうか教えてくださいということだから、仕方がないやつだな。いいじゃん。2月21、22というのは東京、そして北関東は大地震が来るかどうかというのを私がこの場ではっきり言ってしまうのではないか。先輩方よく聞くんだ。この日に大地震は来ないと言っておこう。と言っておこう。ここまでしか言うことはできない。あとは幸運を祈るとする。いいな。そしてここから少し悪い連絡だ。どうやら今回の時空テロリストによるウイルス兵器のことではあるんだが、ワクチンを隠してある場所というのが判明したんだが、その場所もだいたいそうだな、3000人の時空テロリストがうろついているということだ。その周りを守っているということだ。よって時空テロリスト3000人に私と兵道とペイバンとジャガーとアイアモン5人で挑まなければいけない。かなり厳しい。言っておくが、時空テロリストというのは現代の格闘家2000人を瞬間的に倒す殺傷能力を持ち合わせているということだ。その時空テロリストが3000人いるということだ。その3000人に5人で立ち向かわなければいけないということだ。もはや戦意喪失している。しかし何としてでもワクチンは手に入れなければいけないから、戦闘計画を立てるとする。どうなるかわからないが、まあできる限りのことはしようかなということだな。それでは今日はこの辺で失礼する。先輩方、ウイルス感染には気をつけていてくれ。いいな。それでは失礼する。以上だ。